世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りするのは汚染地区と題して、世界の汚染された土地を紹介していきます。汚染関連の環境問題に取り組んでいるブラックスミス研究所というものがあるのですが、ここで発表されていた世界で環境汚染が最も深刻な10の地点、今回はその中からいくつかの場所を紹介し、今もなお問題となっている環境汚染について知っていただこうと思います。どの場所も深刻な健康被害が出ている危険地帯、ぜひその現実を知ってください。それではどうぞ。バングラディッシュの国内にはおよそ270のナメシ川工場があり、そのうち 90% がハザーリバーグという地区に密集していました。この地区は首都ダッカの中にある旧市街で、ムガール帝国の時代から数世紀にわたって比較産地として知られています。そしてハザーリバーグが面したブリガンガ川は、かつて市民の生活の生命線とされ、現在も主要な輸送水路です。同地区のナメシ川業には8000から1万2000人が従事しており、古い手法を使い川をナメしていました。その手法によって有毒な汚染水が大量に川へ流れ、町には強烈な悪臭が漂う状態です。この汚染水には発がん性物質でもある六価クロムが含まれているのですが、ブリガンガ川はダッカの飲料水ともなっている川、さらに舐めされた川を加工する工場からも有毒なガスが大気に放出され、職人や近隣住民は高い確率で皮膚や呼吸器系の疾患にかかっていたんです。人々の生活を支え、医療・縫製産業に次ぐ国内第2位の産業だった比較産業ですが、2017年、環境汚染を理由に閉鎖となってしまいました。続いては西アフリカのガーナ。ギニア湾沿岸の首都アクラのアグボグブロシー地区は、東京ドーム30個分を超えるエリアに電子廃棄物が果てしなく投棄されています。ギニアは電子機器の輸入大国であり、この地区ではパソコンをはじめとする電子廃棄物が解体され、地面は産廃で埋め尽くされている状態なんです。およそ6000人が働き、使えそうな部品やレアアースを回収し、その他の金属類もリサイクルに回されているのですが、ここで問題となるのがケーブル類の野焼き。ケーブルの中には銅線が詰まっていますが、これを回収するためにケーブルを屋外で焼いているんです。当然ゴムを燃やせば黒煙が上がり、有毒なガスが撒き散らされます。このガスによってこの地域の約4万人の人が健康被害のリスクにさらされているんです。インドネシアの首都ジャカルタの東にはチタルム川という川が流れています。この流域にはおよそ9万人の人が住んでいますが、彼らも汚染問題に直面しているんです。その原因がチタルム川上流にある2000もの工場が垂れ流しにしている排水。研究所の調査ではチタルム川から採取された飲み水に国際基準の1000倍もの鉛が含まれているといいます。さらにアルミニウム、鉄、マンガンなども基準値の上限をはるかに超えた数値が観測されています。この状況にインドネシア政府も対策に乗り出しますが、流域の両岸や川自体もゴミに埋もれ、川面も見えないほど。ゴミがない流域でもエメラルドグリーンという異様な色に染まっています。インドネシア政府は2025年までにチタルム川の水を飲めるまでに改善するという計画を打ち出し、川の流域の整備も進めていますが、この計画を完了させるまでには膨大な時間がかかりそうです。アフリカ中央部に位置するザンビアの北部には世界屈指の産出量を誇る銅山があります。この一帯はカッパーベルトと呼ばれていますが、その麓にある町がカブエです。カブエでは100年近くにわたって、無秩序な銅の採掘、精錬が行われ、今もなお深刻な被害が続く状況。銅山からは汚染水が流れ出て、近隣の町の工場からは、銅を生成する際に出る重金属などの廃棄物が不法に投棄されています。政府はこの状況を見て見ぬふりをし、危険性をはらんでいることを住民に知らせることはありませんでした。その結果、調査をしてみると、子供の血中の鉛の含有率は
基準値の5から10倍にも達していたほど。現在鉱山は閉山され、政府も対策を講じてはいますが、今もなお様々な健康被害が生じる状況が続いているんです。モスクワから東におよそ420キロ、ここにあるジェルジンクスもまた汚染が深刻な地域となっています。ロシア国内には核関連施設に起因する汚染都市が数多く存在しており、がんや白血病が頻発している光景も珍しくありません。ここジェルジンクスも目や肺、腎臓の疾患、そしてがんがとんでもない確率で発生しており、なんとこの町の平均寿命は女性で47歳、男性で42歳と言われているんです。その原因は町を流れるボルガ川にあり、この川には大量のドラム缶が浮いて、水はヘドロ状になっています。このゴミがすべて化学薬品の廃棄物となっているんです。この地は1930年頃から約70年にわたり、ロシアの化学兵器の生産拠点でした。長年にわたって190にも及ぶ化学物質が産廃として地中に埋められ、水や土を汚染。ここから検出されるダイオキシンやフェノールなどは、基準値の数千倍にも達するほどだといいます。川に近づかなくても蒸発したり埃となって漂い、長年町の人は大気に紛れた有害物質を吸い続け、汚染された水も飲み続けました。この町は今でも工場がありますが、現在は有害物質の量を減らす取り組みが行われています。政府もばらまかれた化学兵器の廃棄物を何とかしようと取り組みはしているものの、講じられた策は汚染された地域をひたすら埋め立てるというもの。しかもこの作業でも予算面からすでに滞っており、多くの廃棄物が放置されたままとなっているんです。いかがでしたでしょうか。汚染地区と題して世界中の汚染された場所を紹介しました。いくつか紹介した上で忘れてはいけないのが、今回紹介した場所でも今もなお生活を続けていかなければならない人がいるということ。おおよそどれもがゴミの問題でしたが、未だに世界のゴミは増え続ける一方です。先進国というのは人口が多くてビジネスチャンスのある後進国での市場開拓に躍起になっていますが、こうした環境問題を頭に置きながら開発を考えてもらいたいものです。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。